皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も Life is Strange 遊んでいきましょう。さあ前回ですね、クロエに超能力の証明をしたマックスでね、どうも裏に来いということなんですけども、このポスターは何これ、世界の終わりって感じ。パンエステートへようこそ。プレスコット開発が静かな森での生活をご提供します。プレスコットってあれか、ネイさん。この周辺の土地開発を牛耳っている、それがおそらくお父さん、社長かな。誰？待ってってば。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね、クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。ちょっと本気？昨日の今日で銃なんてもうたくさんだよ。そんなの持ち歩くのやめなって。信用しろよ。してるけど銃は嫌い。超能力者だろ、いちいちビビるなって。ただの実験道具だ。飲む？いらない。お子ちゃまだな、全然変わってない。よしやるか。まず空き瓶を5本集めてよ。飲みながら？危ないよ。大丈夫だって、空き瓶を5本な。よろしく。さあやってきたのはジャンクヤード。空き瓶を5本か。しかしこの能力なんか引き換えに失うもんはないので、さっきも言ったようにある日いきなりなくなるかもしれない。車にもそれぞれ物語がある。古い人形。かわいそうに、一人ぼっちにされたのね。しかも焼かれてる。さあ、空き瓶5本、どこかな。ここありそう。クロエとレイチェルの歴史が刻まれてる。レイチェルのこと、もっと知れそう。クロエとレイチェルの隠れ家。悲しくなるな。ブレスレットとね、メイク用品。クロエのメイクじゃなさそう。本当の親友だったんだ。引っ越さなきゃこれが私だったかも。クロエとレイチェル。レイチェルソング、クロエ私にも作ってくれるかな。レイチェルに捧げた歌。よし。瓶その1を発見。あと4本。死にたい？誰？こんなの書いたの。I want to die。死にたい。レイチェル、ボルテックスクラブのパーティーに行ったんだ。日付はいなくなった日の前日。これ怪しいな。ボルテックスクラブ、レイチェルともつながりがあった。仲間は3人、あとはレイチェルを探すだけ。間に入るつもりはないけど、私も来たんだし。クロエとレイチェルとマックス、あとはね、レイブのためならロスにまで行きそう。
楽しそうだな。サイケデリックアポカリプス、レイブのパーティー、ライブですね。レイブのライブ。もうないかな。よし、さあ残り4本。どこ？これすごく怖いんだけど。ゴミのシャツ。ここもね結構広いぞ。でこっちは線路。行くべき場所はここじゃない。でそこから電車来る。これも危ないね。錆びた金属に囲まれると落ち着く。なんて暗い？ゴスっぽい？とそこに板、この板を橋の代わりに使えそう。あまり重そうじゃないし。しかしどうやって？どこに注射器？なんでこんなとこに古い注射器が。これ危ない。とさらに薬莢。薬莢？新しいみたいだけど。ショットしてるかな。アメフト部が来てたんだ。これ結構いろんな人来んのかな。よし、さあこれ使って。思ったより重いかも。よし、でそこに2本目。これであと3本。よしよし、あとね。どっち？そっちか。なんだ？ウォーレン。待って、会話が多い。こっからね、映画めちゃくちゃ楽しみだよ。ニューバーグまで60マイルあるから5時には出よう。俺運転するよ。やったー、新しい車で行くんだね。映画見る時のおやつとか買おう。先に2人で食事してもいいけど。まあ何でもいいや、とにかく映画楽しみ。ウォーレンは本当にマックス大好き状態で、マックスはそうでもない感じ。さあ残り3本。こっちに行ってもしょうがない。こっちもダメ。でそこに瓶。ああもう。さあこうなったら戻して、ここにこれかな。乗っかって、よし。あと2本。5本見つけるのも一苦労だよ。でここに古いカメラ。安らかに眠ってね。フィルムカメラ。フィルムカメラもね、最近はもう全然使ってないですね。現像高いし。あと1本だ。あれ、竜巻の夢に出てきたのと同じ鹿。そこに鹿がいる。とね、待って、ケイト。ここからか。忙しいのに相談なんかしてごめんね。もう何もせずに世界中の人に動画を楽しんでもらえばいいんでしょう。そういう意味で言ったんじゃないよ。ただ気をつけてほしくて。もう遅いよ。でも電話に出てくれてありがとう。
友達の声が聞きたかったから嬉しかった。私はいつも味方だよ。ありがとう。後でね。よし、さあケイトに恩を売って鹿の写真を撮るなら今。それは本物？若干透明じゃない？映ってんの？ちょっと待ってね。多分この右上、何も映ってない。やっぱ幻覚かな。で、ここに切り株。静かで原始的な感じ。これは特に意味なし。瓶どこ？こっちだ。ない。この辺で焚き火をするスポットがあるはず。焚き火スポット、どっかな。これか。よし。で、ここに瓶。これは分からんわ。さて、瓶をクロエ様に渡さなきゃ。ブレブレブレ。で、崩れる。ここは人気のスポットなんだろうな。さあ、となったら巻き戻してダッシュ。よしと。さあ、廃品回収してきたでいい。これで何すんの？てか、この一本をさ、使えばいいじゃん。ご苦労さん。また、もう一本。本当にやる気？一発も外さず、全部の瓶に当てる。そこでマックスの出番だ。よし、どこを狙う？まず撃つとこ見せてよ。早速外れ。さあ、これをね、巻き戻して当てさせんの。右。もうちょっと右。了解であります。よし。すっげえ、見たかよ今の。見たよ。やべえ、上がる。よし、2本目だ。よし、どこを狙う？まずはそのまま撃ってみせて。この照準の補正の仕方は新しいね。撃ってから補正する。ちょい上。もうちょっと上かな。よし、命中だ。よし。見てろよ、姉さん。やばいな、これ。よし、次はトリックショットだ。どこに撃とうか。マックス、どれを撃つ？トリックショット。左にあるホイールを撃ってみて。ホイールだな、オッケー。すごいな。やっべ、今の特に何もしてないよ。最高に楽しい。満足した？まだまだ、もっとすごいのに挑戦しよう。それじゃあ、あの廃車を使ってみるのはどう？廃車を撃つ。どれを撃てばいいんだ？これかな、タイヤ。左のタイヤを撃ってみて。了解、車輪よさらば。すんで。決まったな。全滅。マジ信じらんないよ、スーパーヒーローみたいだ。
よし、今度はマックスの番な。ちょっと待って、また鼻血、大丈夫か？ちょっと気分が悪いかも。マックス！びっくりしたよ。気分はどうだ？うん、平気だよ。ありがとう。ちょっと休めば大丈夫。刺激が強すぎたか？そんなことないよ。正直楽しいかも。危険だし怖いけど、でも楽しい。治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。元に戻ってよかったけど、とりあえずクロエと話そう。やっぱり副作用か。そのうち死んでしまう。多分脳にダメージが来てる。よし、今度こそマックスの番だ。やっぱりやめとこうかな。何言いこぶってんだよ。まったくガキじゃあるまいし。大丈夫だって、私がついてるから。ほらやってみろ。いや、悪巧みの最中か。銀行でも襲う計画かな。失せろフランク。なあ、こいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。銃声が聞こえたもんだね。火遊びた微笑ましいガキの頃を思い出す。一緒にすんじゃねえよ。同類だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ？金は返す。みんなそう言うんだ。返すあてもねえくせに言う。お前何隠したんだ？見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ、ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だが、それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ？言っただろ、もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔するぞ。下がれ。切り刻まれてか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。さあ、ここで撃つもしくは撃たない。撃ってみようか。笑わせてくれるぜ。覚えておくからな。てめえは俺を殺そうとした。言っておくが、俺は根に持つタイプなんだ。金は金曜までに用意しろ。今度こんな真似しやがったら、ただじゃ済まねえからな。弾は入れとけよ、クソガキが。ごめん。ありがとな、守ってくれて。行こう。すっかりしらけちまった。まあフランクはもうしばらくは来ないよ。奴の狙いは金だ。あの人を撃ちそうになったせいで、クロエも私も危険な目に遭いそう。しかしよく許してくれたね。目の前で鳥が引いて。なんでフランクはクロエ、次はどこに行くつもりなんだろう。ここ以外ならどこでもいいか。今ちょっとメッセージ1個飛ばしてしまった。てか勝手に飛んでしまった。まあ多分未来の自分がね、字幕を今出してると思います。よし、で先へ。廃品置き場を出る。まさかフランクに銃突きつけるとはな。もう思い出したくないよ。弾入ってなくてよかった。時間を巻き戻して銃をあいつのケツに突っ込んでやりゃよかったんだよ、ガツンと。やだよ。あ、気をつけて。
マックスがいてよかった。ありがとう。でもクロエ、なんでフランクみたいな怪しい人と関わってるの？クロエらしくないよ。少し休もうか。別世界に来たみたいだろ。ずっとここにいたくなる。昔みたいに秘密基地を作って閉じこもりたい。フランクに見つかっちまったから新しい別荘は必要だな。少し落ち着いたか？怖かった。フランクに狙われたら。落ち着かないよ。すごく怖い。フランクに狙われたらどうするの？ごめんな。でもフランクはハッタリだけだ。奴は金と飼い犬のことしか頭にない。クロエ、わかってる？私、人を撃とうとしたんだよ。時を巻き戻せるからって何してもいいわけじゃない。もう銃はたくさん。こんなの私からしたら日常茶飯事だ。奴への借金だって鼻から返す気ないさ。ねえ、フランクとは一体どういう関係なの？そもそもあの人何やってる人？フランク・バワーズは売人だ。クソ親父に見つかるとまずいもんの調達先だよ。昔つるんでた。好きなの？つるむって。つるむってまさかクロエ。何キモい想像してんだよ。だいたい向こうもそんな気ねえし。レイチェルと町を出たくて金を借りただけだ。そっか。でも奴がレイチェルのブレスレットを持ってた理由は絶対突き止める。何か知ってそうだよね。気をつけないと。だけど気をつけないと。やるならフランクにバレないように動きを探ろう。マックスとこんな話するなんて変な感じだよ。5年ぶりなのにさ、全然そんな気しない。レイチェルもいたらよかったな。レイチェルと私、なんで？なんで？きっと嫌われるよ。相性抜群だよ。レイチェルもアーティスト肌でさ、センスがいいんだ。口が減らないとこもそっくり。きっと3人で親友になれるよ。クロエがそう言うならきっとなれるね。大丈夫、もうすぐ会えるよ。線路ってなんか落ち着くんだ。なんでだろうな。ケルワックなら旅のロマンが感じられるからって答えるよ。野韻に響く汽笛の音。さすが詩人だね。なりたいのは写真家だけど。もうなってる。あとは勇気を出すだけだ。完璧。電車が来る。まずい。どうする？足がはまった。私の細い腕じゃ引っ張り上げられないよ。これか。スイッチレバーとヒューズボックス。よし、鍵がかかってない。マックス、急いで。1ミリも動かない。となったらこっちか。ケーブルを切る道具を探そう。ケーブルを切る道具どこ？ナイフは？死にたくない。早く何とかしてくれ、マックス。なんかないか、どっかに。ケーブルを切る道具。電車が来る。早くして。こっちに行ってもしょうがない。冷静だな。あ、そっちね、そこね。まあクロエが死んだ後でこう巻き返すっていうこともできるのかな。そこにバール。オッケー。これは使えそう。あー、どうなる。あー、寸止めかかる。ダメだ、何か見落とした。
巻き戻そう。よし、最大まで巻き戻し。おいで。でバール取って、あとは多分他にもなんかあるんじゃない。全然動かない。やっぱりバールか。 OK。 やった。よし、さあぶち破ってからの引き出し。ここにニッパー。サバイバル番組みたい。そんなこと言ってる場合ではない。君の友人が死にます。でさらに、ドラムが何かに引っかかってる。でさらに待ってね、ちょっとかわいそうなんで戻して、よし、そんでね留め具、ここにバールで、よし、これでドラムが動かせる。でですね、多分ヒューズをやってからのスイッチかな。違うの。急いで。どのケーブルなの。ペンチ。こんなわかるかって。赤。てよし、当たり。よし、でガチャンコ。よし、やった。おし、大丈夫？また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。危なかった。人気のない静かな穴場で朝を過ごした感想は？クロエと遊べて楽しかったけど、授業始まるまでに学校に戻らないと。命の恩人のためなら喜んで運転手をやらせてもらうよ。でもこの力いつまで持つかわからないよ。関係ないよ、私たちさえずっと一緒なら。送ってくれてありがとう。遅刻せずに済みそうだよ。こっちこそ。退屈じゃなかったか？もうさっきのこと忘れたの？なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。きっと竜巻も。マックスが異常気象を起こしている。きっと何？雪が降ったら街が吹き飛ぶほど巨大な竜巻が来るの？まさか。何のんきなこと言ってんだ。マックスは私を2回も助けた。未来を変えたんだぞ。カオス理論知らないのか？これロストワールド、ジュラシックパークでジェフ・ゴールドブレムが言ってましたね。カオス理論知ってるよ。偉そうに。何を偉そうに。数学嫌いなくせに。それは5年前の話。量子物理学的に考えて今のマックスはまさに台風の目だ。なんで私がこんな小さな町のただのオタク少女だよ。まさにストレンジアトラクターだよ。この学校じゃそんなことも教えないのか。竜巻に季節外れの雪にタイムリープ、滅亡へのカウントダウンだ。今のうちに遊びまくるしかないな。要は私に任せなってことですね、先生。最悪から最高の一週間になったな。最強コンビの復活だもん。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるからうろうろしようかな。さあそして再び舞台の効果。ではね、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。